これより始めさせていただきます。実行委員長をさせていただいております早川と申します。本日は一日どうぞよろしくお願いいたします。まずジョーズデイズのご紹介をさせてください。ジョーズデイズは、主催ジョーズ UG 公演アマゾンウェブサービスジャパン合同会社で行われるジョーズ UG 最大のコミュニティイベントです。 AWS の初心者から上級者までのエンジニア、経営者や人事、マーケティング、エンタープライズからスタートアップ、中小企業など職種や業態、会社規模を問わずたくさんの方にご参加いただけるイベントです。今年のジョーズデイズのテーマはリープビヨンドです。今回のジョーズデイズは5年ぶりに一つの会場に集まって行う対面のイベントとなりました。このような対面のイベントでは、さまざまなバックグラウンドを持つ人が同じ空間を共有することができます。この空間の中にはエンジニアをはじめさまざまなロールの方が一つの場所に集まって同じ空間を共有しています。さらに地方在住の方や学生の方々も参加してくれていて、さまざまな価値観の人たちによる交流が生まれる場所となっています。こういった自分たちのコミュニティを飛び越えて、いつもとは異なるコミュニティの人たちと触れ合う場を提供することで、新しいつながりやチャレンジを生み出して日本でのイノベーションを起こしたい、そういった思いを込めたテーマとなっています。実行委員はこちらの16名です。ジョーズデイズに今年初めて参加する若手のメンバーから学生メンバー、地方在住のメンバーまで、まさにリープビヨンドを体現したようなチームになっています。赤い T シャツを着ている皆さんが実行委員です。本日は一日よろしくお願いします。ジョーズデイズはコミュニティを応援してくださる皆さんによって作り上げられているものでもあります。今回79社の企業サポーター様、80名の個人サポーター様、100名の当日ボランティアスタッフの皆様にご協力いただいています。そして1080名を超える方々に参加のお申し込みをいただいております。企業サポーターの皆様にはセッションやブース、カタログ展示などをご提供いただいて、イベントを盛り上げていただいてます。ボランティアスタッフの皆様には会場の至るところで参加者の皆様をサポートいただきます。黄色いT シャツを着ている方がボランティアスタッフの皆様です。よろしくお願いします。サポーターの皆様の応援のおかげで、本日池袋をジョーズがジャックすることに成功しました。まず一つ目は有楽町線東池袋駅サンシャインシティ側の改札、こちらにはジョーズデイズ2024のポスターが掲載されています。そして、見逃せないのがこちら池袋サンシャイン通りです。サンシャイン通りの両側にジョーズデイズのストリートフラッグが左右ずらーっと並んでおります。もしまだ見ていない方がいらっしゃいましたら、お帰りの際にはぜひ池袋駅方面に足を伸ばしていただいて、この光景を堪能いただければと思います。企業サポーター様の展示ブースでは本日スタンプラリーを開催しています。回ったブースの数に応じてこちらにある素敵なプレゼントがもらえます。プレゼントは左から限定ステッカー、 AWS 公式のカードゲームビルダーカーズの日本語版、こちら日本語版です。そしてオリジナルのクッキー缶、限定パッカーとパーカーとなっております。セッションの合間には積極的に企業サポーターブースにも足を運んでいただき、プレゼントをぜひゲットしてください。スタンプラリーに参加するには事前にアプリケーションのインストールしていただく必要があります。ジョーズデイズ公式サイトのアバウトタブ、その下にスタンプラリーのメニューがありますので、そちらから参加方法をご確認ください。セッションも大変充実したものになりました。全部で5つのトラック、セッション数は48個となっています。今回は従来のセッション登壇を募集するコールフォーペーパーではなくて、
コールフォー X として募集をしました。その結果パネルディスカッションやワークショップなど皆様のアイデアが詰まったコンテンツがたくさん揃っています。スピーカーも延べ142名となっております。最後17時半からは懇親会も準備していますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。ウェブサイトのセッション一覧から、お気に入りのものにチェックを入れるとタイムテーブルの方にも印がつくようになってますので、ぜひご活用ください。セッション情報のソーシャルへの拡散はウェルカムです。セッションを聞いた感想や知見をぜひ X、ブログ、またこの後各支部の勉強会での登壇、あとは今日懇親会ですぐに議論するのも良いと思います。今日得られた知見をぜひ皆さんとシェアしてください。ハッシュタグは上手デイズ2024、上手 UG というのがこのイベント全体のハッシュタグになっております。またセッションごとのハッシュタグも用意しています。上手デイズ2014のA、B、C、D、E とワークショップ、セッションごとにありますので、そちらも活用しながらぜひたくさんツイートをしていただければと思います。セッション会場は A から E の5つの会場とワークショップの会場に分かれています。企業サポーターのブースはマップ、左下出口の近くにあります。スタンプラリーはこちらの会場で開催されます。非常口、出入り口のほかに、こちらの赤いマークのところにありますので、有事の際にはそちらから避難をお願いします。トイレは会場を出て右手側に進んでいただいて、マップの右上の方にあります。混雑している場合には池袋サンシャインの施設内にある他のトイレを、ご利用ください。来場者向けには Wi-Fi をご用意しています。接続情報は各セッション会場の入り口に設置されている会場サインにも記載がありますので、そちらご確認ください。入り口のすぐ横、マップの左側にはフォトスポットを用意しています。入場の記念に写真撮影をして SNS でぜひ拡散していただいて、一緒にイベントを盛り上げてくれると嬉しいです。会場での注意事項です。赤いネックストラップをつけている方、その方々は撮影が NG というおっしゃられている方々なので、その方々のお顔が写っているような写真は公開をしないでください。ソーシャル拡散はウェルカムなんですけれども、登壇者より公開 NG の指示があった場合にはそれに従ってください。最後懇親会がありますが、20歳未満の方の飲酒は禁止されています。青色のストラップをつけている方にはお酒を提供しないようにご注意ください。最後、上手友人にはここに書かれているのはルールとマナーがあります。ルールとマナーを守って今日一日楽しく過ごしましょう。本日は最後まで上手デイズ2024を楽しんでください。そして新しいコミュニティ、新しい知識、新しい人脈、新しい企画、何かしらを持ち帰っていただいて、皆さんの次の行動に役立てていただければと思います。それではこれより上手デイズ2024スタートです。では早速ジェフ・バーによるキーノートをお楽しみください。